シークエンス斉藤のラジトモ。そうなんです、こんなのを作ったんですよ。はい、1時間は言い過ぎですね。40分ぐらい、40分50分、普通に自分が興味関心あることを喋るっていうラジオをやっておりまして、いいですね。今日初ゲスト来ていただきました、ガンジー横須賀さんです。どうも、初ゲスト嬉しいですね。嘘でしょ、初ゲストではないでしょ。初ゲストですよ、僕マジで一人で1時間ぐらい喋ってるんで、いつも。あ、なるほど。そうです、そうです。だらだらと、なんかいつもは怪談とか、心霊のこととかをカチッとやっちゃってるんで、カチッとやんないときに面白いものが出たりするじゃないですか。出ますね。なんでそれを、ね、今のところ一人のやつで面白いもの出たことないんですけど、本当カチッと1時間で終わるみたいな感じなんですか。そんなになるほど気楽にやってください。はい、お願いします。全然もう緊張感ゼロなんですよ、今。これあんま良くない。俺緊張した方が絶対いいから。絶対でもちょっと真面目な話をしたいなと思っていて、ぜひぜひ。心霊業界についてちょっと喋ろうかなと、はい、いいですね、思ったんです。まあ、ガンジーさんご存知ない方に一応説明すると、はい、怪談師でありお笑い芸人さんであります、はい、うん、だから僕と非常に立場は似てる先輩でございまして、芸歴だけですけどね、本当に怪談話とかすごい得意で、で怪談ライブでもたくさん人を笑わせてっていうそれがハードル高くなっちゃったな、まあ、特に七不思議さんとか、はい、だらだら岩尾海貴月さんとか、はいはいはい、松さん、国沢さんとか、はいはい、ロックさんとか、まあ、怪談師だったらみんな知ってるよねっていう人たちにもすごく愛されてますもんね、はい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 、まあありがたいことに愛は伝わりますけど、それが本当であればいいんですけど、私はね人を疑ってしまう性格もあるんでねなんせその、まあまあ、あんまり良くない幼少期だったもんで、うん、だからそういうのはあるけどよくはしてもらってます、うんうん、なんで、うん、まあそういう怪談業界に結構どっぷり使っているガンジーさんから見て、うん、今の怪談業界はどうですかね怪談業界、私なんとか言っていいのか。いや、いいんですよ、いいんですよ、いいんですよ。この、なんですかね、僕が今一緒によくやっているコミュニティっていうのは広く、もっと広げたいっていうのが、はい、どうしてもあるんですけど、はい、なかなか厳しい。なるほど。っていうのも、とある、まあ、ユニットみたいなのを組んでて、はい、それがバラエティ寄りなんですよ。非常にその、うん、バラエティ要素がふんだんに盛り込まれたオカルトチャンネルみたいな、はい、で見る人によったら全く怖くないみたいな、おちょっと茶化してんじゃねえかなんつって、あ、なるほど、思われがちなものを企画としてやったりもする、はい、チャンネルもございまして、はい、でそこに参加してるんですが、そのなかなかね、はい、視聴回数とかなかなか伸びないというか、面白い発想、面白い企画なんですけどね、あんまり伸びない。そうあんまりっていうのはどのぐらいなんですか。例えば3000とか。ああ、でも結構名だたる怪談師が集まってて3000ぐらいってことですよね。そうか、それはじゃああんまり伸びてないのかな。そうで、何かが巨大な力で押さえつけられてるようにしか思えない。そんなことはないと思うんですけど、でしっかりした真面目な怪談じゃないけど怖いものやると伸びるんです、やっぱり。ああ、なるほど、需要と供給ですね、はいはい、需要があるのはやっぱり怪談なんですね。そうです、なるほど、なるほど。だからそれのジレンマでも、うちらは芸人なんで、なんかそういう楽しいことの方が好きというか、あったり、やっぱ発想というか、その右脳の方が優先する方がやっぱ僕好きなんですよ。はい、わかります。だからそっちの方でどうにかなったら広がるのになぁと思っても、どうにもやっぱり難しいところがありますよね、そこはね。ちょっとすいません、真面目な話になっちゃった。いや、でもわかりますよ、なんか同じ志だったんですよ、僕。お、結構お楽しいことしたいな、せっかく芸人だから。そうです、楽しいお笑いみたいなのを、うん、怪談とか恐怖に入り込めさせたら一番いいなと思ったんですけど、ちょっと僕ね、本当によくないこと言うんですけど流すの、ちゃんと流すんでしょ、これノーカットです基本的には
編集しませんけど、一個あれと思った気づきがあったんですよ。これちょっとハヤトモくんの気づきはちょっともう本質えぐる可能性があるからな。何それ。階段業界ってジジイしかいないんですよ。お前さ、もう大丈夫か。お前あの一応さそういう界隈にいるわけだからさ。いや違うんですよ、聞いてください。僕30ですよ、もうあとちょっとで31ですよ。はい、いやもうまだ若いです、ね、私40。僕が最若手なんですよ、うん。僕より嘘でしょ。でもいると思いますよ。じゃいるんですけど、うん、誰一人飯がそれで食えてるわけじゃないんで、うん、まあ、美空ひばりさんがね、あの、うん、芸歴っていうのは飯が食えるようになってから数えろって友達さんに言ったってことが有名ですけど、だからその、はい、僕の中で階段やってます、イベントとかやってますっていう若い子がいるのは知ってるんですけど、はいはいはい、じゃあ世間様にそれでやってますとはあなた多分言わないですよね、はい、と思ってます。はい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 、そうかもしれないじゃないですか、はいはい、外に出て、うん、私怪談師で、うん、やってご飯を食べてるんですよとは言わないでしょ、うんうん、っていうふうに思うと、じゃああなたたちは怪談師ではまだないよねとか心霊業界の人ではないよねと思ってるから、僕は僕以下の年齢の子たちのことを怪談師とは正直思ってないです、うん、趣味でやってる人たち、あそれがちょっと、仕事もあったりするからね、うん、それが趣味で、うん、趣味が高じて小銭になったりもしてる若い子たちっていう印象なんです、うん、未だ一人ぐらい20代で、はいはい、がっつり系来るやついてもいいじゃないですか。まあまあいいと思います、ぶっちゃけぶっちゃけね。マジでいないんですよ。いないかもしれない。あの都市伝説は別です。はい、あのね、あの YouTuber とかもみんな小焼さんとかもいらっしゃる、ね、小焼さんとか、僕の友達だとミルクティー君とか、はいはい、ちょこちょこといますけど、うん、タックさんとかもそうですね。タックさんとかもそうですし、うん、けど怪談業界って本当にやっぱいないなと思っていて、うんうん、でいないのは、うん、実力がみんな大したことないのか、うん、そもそも若い子が売れづらいプラットフォームなのか、どっちなんだろうって考えたんですよ。はい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 、そしたら、はいはい、後者だったんですよね多分。ああ、そういう答えになりますか。結構最近ね、いやらしい話なんですけど、はい、YouTube のアナリティクスの話を聞いたんですよ、いろんな怪談師の YouTuber さん。全員35から55。うん、俺も多いです、うん、登録者数やっぱり高年齢、中高年層が多いじゃないですか。何なんだろう、全員揃いも揃ってそんなことあると思ったんですけど、うんうん、まあ、親が亡くなる年なんですよね、うん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 、だから、うん、死に対してすごく興味関心を強く持つのは大事な人が亡くなった瞬間からなんで、はいはい、ああだからこの年齢なんだなと、はい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 、いわゆる若い子は見てないんですよ、ね、見てないかもしれないじゃないですか。ちょっと見てますよ、ちょっと見てるけど、あんま見てないよな。でブームを作るのってやっぱ若い子じゃないですか。若い子どうしても、うんうん、やっぱりその中高年層の人たちが好きなものを毎日見てたとしても、うん、周りに広めて盛り上げようぜってすることってまあそんなにないじゃないですか。家のことも考えなきゃいけない、旦那とかのことも考えない、そこまでエネルギーがない、ね、ないですないです。もう自分、うん、若い子がなんでエネルギーあるかっていうと自分のことしか考えない、うん、考えてないから、もう自分あれが最強だから、最強じゃないですか、うん、TikTok でバズりたいからなんかおっぱい出して踊ろうとか、うんうん、なんかそんなことをあれ最強なんだよ、できるのは若いから、うん、でもそれがやっぱバカなことをね、一生懸命バカなことに満身でいろんな責任とかが受け負わなくなってくる年齢になるとそんなことはできないじゃないですか、うん、だからムーブメントにならないんですよ、ね、うんうんうん、だからそもそもでしかも、うん、自分より年下のこのエンタメってあんま見なくないですか。僕は見ないかも。見ないですよね。だから、うん、35から55の人が20代の子たちの怪談話を聞いて、うん、怖いとかうわすごいってなるかっつったらなんないだろうなと思うんですよ。確かに深みがねないじゃないですか、うんうん、まあ、お笑いもやっぱ中高年層の人が劇場来て面白いっていうのはある程度芸歴ってる人なんですよ、うん、はい、そうだね。若い子たちがすごく笑う若い芸人のチャラいもんね、なんかね、やっぱ面白いって言わないですもんね、うん、あれやっぱ年下のエンタメってもろくないんですよ。お前ちゃんと流すんだろ今日のやつ。だから僕らエリンにしないよな。僕もそう思ってますよ。その自分より年下の子たちが頑張ってるんだって面白いとかじゃなくて、なんか微笑ましく、あ頑張ってるな
って思っちゃいます。僕らも総じてそういう目で見ちゃいますよね、うん、ってことは、うん、怪談業界は盛り上がらないってことだと思うんですよ。あれ答えが出ちゃってんだ、出しちゃってんだ、もったいな。一大ブームムーブメントにはなりづらい、非常になりづらいコンテンツだと思うんですね。おで昔の僕とか例えばガンジーさんとかのユニットがやってるのも、うんうん、多分その若い子に人気になって、うん、そのムーブメントになるみたいのを目指してるじゃないですか、うんうん、だからそれがすごく難しいんだろうなというふうには思ってますね。それはもうね、これ終わってからちょっと詰めて話しますよ。詰めて話しますけど、これ難しいんだよ。難しいですね。あのね、いや僕好きなんでしょ、怪談、怖い話。僕も好きです、大好きです、大好きです。なんで好きになったかっていうのをたどり着くと、やっぱりその昼間はやっぱり明るい生活じゃないですか、はい、夜一人になった時になんかちょっと見たくなるんですよ。ああ、わかる、あの感じ。でも、はい、あれってサブカルチャーな習慣だよね。ビレバンですよね、もう本当になんかあれって、はい、でもやっぱそれが多い。でもそんなの掃除で聞いてたのは僕なんかやっぱ稲川さんになっちゃうんだけど、世代的には、はい、そのやっぱこう聞きたくなるというか、はい、でなんかちょっと、まあ、それで寝ちゃおうかみたいな、うんうんうん、みたいな感覚の人もいまだにでもやっぱ多いらしい。やっぱ総集編とか見て寝る人が多いらしいから。らしいですね、総集編って結構再生されてますよね。そう、だからそれはそうであって、別にエンタメとして面白いものというか声を聞いていたい、うんうん、話も何も入ってこなくてもいいから、うん、だからガンジーさん、ピンポイントだけやめてくれってびっくりするから声でかいですからね。そう、声でけえし、なんかもう動きがあるしみたいな感じで、だからあんまり僕なんかはハマらないけど、だったら若い子にはまんじゃねえかみたいな、うん、このテンションとかでもやっぱこう行き届かないっていうかね、うん、ここ怖いの嫌いな人もいるから、だから、うん、サブカルじゃなくすことが目的ってことですもんね。本当はね、サブである限りムーブにはならないですもんね。ならないと、うん、僕解決策も考えてるんですよ。だって自分ではできないので、あなたちょっとそれちょっとお願いします。自分でできないので、うん、もしいたらどうぞ来てくださいっていう、まあ、ここもまあ矛盾しちゃうことがあるんで、うんうん、ちょっと難しいんですけど、うん、まず怪談界の難点、うん、イケメンがいない。今でもちょこちょこ出てきてるみたいですよ。これ実名を出しちゃうと、うん、そのあんま良くないですけど、鼻のあるイケメンがいないんですよ。鼻のあるイケメン、例えばなんですけど顔がかっこいい人っているんですよ。いる。でその辺歩いてりゃ、まあ、どっちかっつったらモテるみたいな人もいるにはいると思うんですね、うん、いる。で、うん、でもそれとスター性ってちょっと別なんですよね、うん、例えば、うん、にじゃあ芸人でいくと、はい、ニューヨークさんより顔がかっこいい若手芸人はいっぱいいるんですよ。います。でもニューヨークさんの方が全然モテるんですよ、うん、鼻もあるし、ね、鼻もある。これがスター性ですよね、うん、あの人たちはテレビに出るまで時間かかってますけど、うん、元からあれはあったんで誰もが売れるでしょってなってるような人たちでしたから、元から、うん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 、っていうスター性みたいなものを輝かせてる顔がいい人、イケメンみたいな、うんうんうん、雰囲気イケメンでもいいですけどね、うん、なんかそういう人とね、明るくする人もいるもんね。そうなんですよ。それがどうしてもいないっていうところはね、だいぶでかいんじゃないかなと思って。もともと陰のね、世界のものだからね。そうなんですよ、そうなんですよ、だからアドみたいな人出てくれたらいいんですけどね。アド、アドってあのうっせぇわ歌ってる。ああ、はいはいはい。あの子ってもう文化としては超サブカルじゃないですか。はい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 。もう自分でなんかメンヘラでって言って、うん、でファッションとかも、うん、まあ、いわゆる何ですかね、ビレバンというかサブカル系のファッションとかが好きで、はい、まあ、表には出てないですけど、うん、でアニメーションをアドという名前でやってますっていう、で、うん、スーパースターですよ、うん、ドガンと。でもその感じをいわゆるかっこいいですね、あの人かっこいいな、階段って素敵だな。いや、これね、いや、あの実際これまあ使っても使わなくてもいいんだけど、使います。うちのやってるペニオさんっていう方が、関口さん、はい、関口さんという方がそれをやろうとしてたんです。ああ、なるほど、はいはいはい、そうそうそう、まあ、かっこいい感じにプロデュースするってことですね。そうです、そうです、そうです、その試みはねめちゃくちゃ大事だと思いますね。あの、うん、
一個それをやってるのがステータスになるっていう状態がベストかなと、うんうん、だからあの憧れさせるというかね。そうなんですよ、あの若者にね、なりたいっつって、うん、今は増えてきたんじゃないと思う。どうなの、まあ、いや全然増えてないんじゃないですか、ね、多分全然増えてないんじゃないですかね、うん、だからその僕なんかお笑いが好きでね、はい、お笑い芸人としてやって、うん、でたまたまその階段だからたまたまなんですよ、ここなんかは巡り合ったというか、そう、はい、最強性とかって好きだったからちょっとやってみるか違う活動もということで、うん、今につながるだけであって階段師になろうみたいなテンションではなかった。ないですよね、うん、階段師になろうってやついないっすよね。多分巡り合って怪談師になったみたいな人たちが、うん、どちらかというと需要と供給、うん、まあそんなこと言ったらどの業界もそうかもしれないですけど、うん、でもまあ、ある程度人に憧れられ、うん、堂々と胸張って言えるような職業になっていく、うんうん、だからさっき言った通り若い子って、うん、若さゆえに自分のことしか考えていないから、うんうん、すごく周りに自分がどう見られてるかを気にするんですよね。気にする気にする。例えば太ってる痩せてるなんかぶっちゃけモテるモテないにそんな関係ないじゃないですか。関係ない関係ない。でも、うん、若い時って俺デブだからさとか、うん、俺ブサイクだからさ、うん、女の子にはモテないよっていう、うん、その外面をすごく気にする、うん、そうだね気にするね若いということだと思うので、うん、その、まあ、ブランドにも気にするしね。そうじゃないですか、うん、ドンキホーテだろうと思うんですけど買ってるのはなんかどこで買ったんだよって、うんうんうん、でそれがいわゆるステータスになるような状態になってくれたら一番いいのではないかなと思っていて、それをするにはじゃあ確かになどうしたらいいんだろうっていう答えにはまだ行き着いてないんですけど、ハヤトモン君でも行き着いてないわけだそれ。僕行き着いてないか。だからあの稼げるっていう印象をつければいいと思うんだよね。この世界は稼げるぞっていう、稼げてでモテたい人がやった方がいいと思いますね。ああなるほど、稼げて持つ若い子に。ああはいはいはい、もう若い女の子にモテるっていうイメージはないけどね。なんかじゃないですか、うん、でも人気ある職業イコールモテるだと思ってるんで。そうだな、じゃないですか、うん、だからあのモテる、そうだな、俺もなんか自分があんまそういう人間じゃないんで、そのあれなんですけど、もう女の子と遊びまくってめちゃくちゃ寄ってきて、で階段っていうものを武器にしてっていう超イケメン超チャラ男の芸能界の帝王みたいなやつが階段業界に来てくれたら一気に盛り上がると思うんですね。これはでも一つの答えではあるかもしれない。確かにな。そうなんですよ、みんなちょっと自信ない陰キャばっかり集まってるんで自信ない、おい誰が国沢さんだよ言ってないそんなことなんかもうそういうのでもね、うっせぇわになりがち。もうアイドル級の顔を持ってますけどね、国沢さんなんて。いや国沢さんなんか超かっこいいっすよ。かっこいいよね。なんでね、なんか例えばですけど国沢さんとかももっとなんかイエイエイしてていいと思うんですけど、どっかやっぱりちょっとおしとやかにされてるから、もっとなんか元気に、元気にってのは違うけどなんか快活にしてればいいのになと思いますけどねえ、あれだけすごい人なかなか難しいけどな。難しいっすね。だって位牌に霊が映り込んでるって話が大好きなんだからさ。いやいや、あれいいのもできた。だからそう、だからもうそういうやっぱもともとな、だからやっぱな、オカルトの世界ってやっぱメジャーじゃないからさ。そうっすね、うん、まあだから都市伝説とか陰謀論の方行っちゃえば多分ある程度好きな人もいっぱいいると思うんですけど。ああ確かに確かに確かにな。でもどうなんでしょうね、なんか人気な人たちが、うん、コムドットじゃないですけど、ああうん、なんかそんなノリの怪談師の子たちが、だから今の怪談若手の子たちが怪談師ですとするならば、もう一念発起してその若さを生かして僕らおじさんたちをごぼう抜きしてほしいですね。確かにな。なんかで盛り上げておじさんっていう年じゃねえけどな、あなた。おじさんですよ。あなたはまだまだ若手のなんかもうブイブイ言わせてるイメージではあるよ。いやいや、ゴリゴリブヒブヒ言ってますよ。ブヒブヒ太っちゃって太っちゃってもう、ね、いいんだよそれ、もうお笑いとかいいんだよなんか面白いんだからもう、面白いんだから、そういうさ、でも
生きがってる人が欲しいってことだね、ちょっと。そうっすね、生意気な人もうめちゃくちゃもううえーみたいな人が、うん、イエイエーだ。今なんか実力ないのにイエイエイ言ってる若手はいるんですよなんか誰だ、なんかお前よくその状態でそんなイエイエイできるのみたいなやつはいるんですけど、誰は言わないですけど、もちろんな。でもなんかそれをもうちょっとなんか実力にバッて変えるような感じの動きしてくれると、うん、なんか可愛いなって思うんですけどね。うん、なんかそのいく、うんとね、身内感はあると思う、階段階というか、そのあれはそこは本当に良くないところですよね。うん、ある意味身内で固めて身内でずっとやっちゃってるところが、うん、なんか凝り固まってしまってる理由なんじゃないかなと思いますね。うん、でそれで言うと俺は早友くんの活動なんかを拝見するといろんな人とコラボしたりとか、異業種の方とか、この違う路線で行ってんなっていうのはもちろんね、その例が見えるっていうのもでかい、そのこのね、あの要素かもしれないけど、そう、あとお笑いっていうのもあるし乗っかってるし。でも確かにおっしゃる通りで、うん、なんか例えばローランドさんとか、うん、HY の中曽根さんとか、あ HY な、あのピアノの人、そうなんですよ、中曽根さんとか、あすごい、なんかコラボして、うん、でも向こうは例えばローランドさんという歌舞伎町の帝王、中曽根さんという、もう本当歌手の方、ビッグ歌手に興味があるから、うん、まあ、コラボさせていただくのはありがたいしすごい楽しいけど、うんうん、登録者っていう面ではあんま変わんないかなと思ってたんですよ。うんうんうん、だって歌が好きな人が心霊に興味あるか分かんないじゃないですか。確かに。とかホスト好きな人、ホスト好きっていうか、まあ、ローランドさんが好きな人が心霊に興味あるか分かんないし、うん、伸びるんですよ。あ、やっぱ伸びるんだ。意外と。だからみんな興味ないわけじゃないんだなと思って。好きな人多いよ。うん、本当に。本当ありがたい限りですけど。うん、この間さ、あの足立区の弁当屋よく行くんだけど、はい、あの弁当買いにね。はい。それそれ。え？弁当買いに行く以外用事ないですよね。え、早友さんとコラボされてるんですか、すごいみたいな、あ、こういうところも浸透してるんだみたいな、あの 見ましたみたいな、はいはいはい、あのそんな感じのオカルト好きでね。ああ、なるほどなるほど、そういうのが。それで結婚したんですか。いや誰だよ、その結婚に結びつかない、それ関係ない、ただ弁当買いに行ってるだけだよ。いや、うん、奥さん忙しいって言ってたからお弁当作ってるのかな。違う違う、それでも俺が足立区のお弁当屋さんでお弁当買ってる、はい、その女お母さん、ああ、うん、いいですね、うん、いやそういう風な方に知ってもらえてるのが嬉しいな。そう僕もこの間携帯ショップ行って、うん、なんか自分の携帯のこといろいろ聞いて、うんうん、で今調べますねって、携帯お借りしてもいいですか、うん、って、あはいって、うん、解決しました、ダウンロードを押してください、うん、ってすいません、ありがとうございました、うん、ファンですって言われただろ、えじゃあ知られてるのよ。この間さ、そのアッパレ婦人会っていう、はい、あの女芸人がいるんですよ。めちゃくちゃおもろいですよね、アッパレさん。あ、知ってますよ。ラスターで一緒になりました。あ、本当、はい、だからそれで一回コラボして、はい、出てもらったんだけど、はい、ガンジーさんって早友くん知り合いなんですか、早友くん、すごい人、すごい人だよ、あの人すごい人っつって、いやなあ言ってたからな。すごくはないですけど、そこまでほら、うん、だから浸透してるんだよ。まあ、あの、ありがたい話ですけどね、はい、それはだから、そうそれをじゃあちょっと自分でも盛り上げれるように頑張った方がいいのかな、うん、いやもちろんですよ、早友くんとか、まあそうだけど、やっぱりガンガンいってほしいよね。ガンガン、ガンガンもう喧嘩売ってってほしいしね。いや、いないんですよ、喧嘩売る人。一、うん、人ぐらいですよ。誰だ。誰か行っちゃったらもう。これが。仕事できなくなっちゃう。ここだけカットです。ここだけカットしますけれども。ここだけカットしてよ。はい。誰だ。でもね、ちょっと。いや、違うんですよ、違うんですよ。あれマジか。あのね、いやこれ別、もったいないか、素材的にはこんな話しちゃうと。いやいや、ずらずに、あ、でもそうそうですね、ちょっともう広げるはしないですね。広げるのは、そうだよね、はい、うん、まあちょっとね、いろいろ、いや俺もいろいろっていうかさ、なんかやっぱりしたなと思う瞬間があってね、
それも。あ、その方に。うん、あ、そうなんですか、うん。ちょっと聞いてもいいですか。やっぱり。聞いてもいいですか。君は。絶対使わないでこれ。本当に。あ、絶対使っちゃいけないですね。あ、まあでも大した、でも本当に身内の人なんかに言ったらもう大したことない。ね、あれな、名前伏せてますは起きますね。うん。はい、名前伏せて、あの、まあイベント一緒になったんですよ。でそれは俺らは知らなくて、たまたま、はい、あ、来てたと。まあ、よくありますよね。よくある。で、おーみたいな、うん、あの人がうわーっと盛り上がって、はい、で一緒に盛り上がったわけですよ。はい、いろいろ、いい笑顔を振りまいて、はい、うん、笑顔を振りまいて、まあ、いろいろ絡んだりとかして、はい、あ、なんか、あ、でも俺は、まあ、あんまり信用してなかったんですけど、そういうところは。で、やっぱりツイッターでね、はい、俺はその人の名前を出して、はい、まあ、一応あのお礼というか、はい、一文を載せてアップしたんですけど、はい、で、なんか そいつがさ、はい、もう全然俺らの名前を出さないんだ全くと言っていいほど、あ、もう誰々ありがとうございましたっつって、あ、うん、あ、すごい勉強になりましたみたいな、はい、いや一緒にやったんだよ。もうそれは普通ね、ハッシュタグつけたりするわけじゃない。一言言いますよね。一言は言うわけじゃん、はい、全くもって触れてない、全くもって触れてないし、で、あの人がやるでかいイベントがあって、はい、まあダメかもしんないけど、本当に、いや、僕も空いてますよ、つって、呼ばれてないですよ、うん、みたいな、うん、はい、いいじゃないですか。あったりとか、そう、なんかこうね、ぶっ込む感じでいいじゃん。はい、本当に、もう、空いてないんで、みたいな感じで。あ、いやいや、お前、イベントのノリ忘れたか、みたいな。みたいなことがあるんですね。そうそうそう、だから、この人やっぱダメなんだなと思って、思いました。唯一嫌いかもしれない。でもそんな人嫌いになんないですか？ならない、俺は。まあね、あの人、その、孤立してますもんね。ほら、広げるな。もったいないよ、もう本当に。そうですね、まあ、ちょっとまあ、ここも使えますけども。誰とは分かんない。お任せしますよ、もう。誰とは分かんないですからね。はい。あれともチャンネルなんで、もうお任せしますけど。ホタテズの川口さんかな。めちゃくちゃいい人だな。川口さんはいい人ですよ。超いい人ですからね。はい、もうなんてね、派閥みたいなのはどの業界にもあるんでしょうけど、そのどの業界にもあるからといって、じゃあ良しとしていいのかっつうと別なことですから、ね、ないに越したことはないと思うので、うんうん、どん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 派閥とかを壊して全員で、ただでさえ盛り上がりづらい業界なんだから盛り上げていった方がいいと思いますよね。そう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 、なんとなくね、そうなんですよ。なんか、あの、最後に一番喋っちゃいけない話しようかなと。なんか、とあるね、とある業界というか、まあ、階段のあれも、その、いろんな。お蔵入りになりそうだな、これ一発で。いろんなことがあって、いろんな人が抜けたって話とかも聞きましたから、はい。はい、なんでね、ちょっと、まあ、なんともね、やろうとしてる、みんななんかやろうとしてることがあるから、主張が強くなるんでしょうけど。ブランディングとかもちろんもちろんあると思うんですけど、まあ、うん、他人は自分の意思じゃ動かせないですから、うん、相手のやりたいことも尊重してなんか盛り上げれたらなと思う。そう、そこら辺がね、むずいとこだよね、うん、やっぱりさ、あのコンビなんか組むとお笑いでも何でもそうだけど、絶対喧嘩ってあるわけで、合わないところとか、うん、で、ありますね、それもう顔見るだけでイライラするみたいな時期もあるわけです。ありますね、うん、もうなんか知らんけどみたいな。でもそれを尊重しないとやっぱダメなんだなって、まあ、いくら多分あの、いや、早くも稼いでたりとか才能あるかもしれないけど、それをこじつけてやっちゃうと誰もついてこなくなっちゃうんじゃない。そうそうそうね、そうなんですよね、本当に。だからその難しさってあるよね。その方はすごいこじつけてるわけですよ、やっぱり。そうですよね、あれはね、あれちょっと無理ですよ、無理です、尊敬できないんだから。そうですよね、だから尊敬されるべきですもんね、本当は。本当はなんか、そのこの話は広げちゃいけないってのは分かってるんですけどすいません、広げちゃいけないのは分かってるんですけど、はい、この間国沢さんも来てくださって、はい、で一緒にお話ししてた時に、あの本当に誰からも尊敬されてへんよなって話をしてて
で、いや確かになーと思って、なんかもったいないよなーっていうふうに思っちゃってだからね、まあブームが終わった後が大変だと思いますよ、そういう人は。そうなんです、古文で奮闘しなきゃいけないわけですから。そうです、うん、そんなのがね、助けてくれる人いた方が絶対いいですから。絶対、うん、そう。いやもう本当後ろ見たら誰もいなかったみたいな、うん、あぐさ苦しいになりそうな感じしますけどねそして誰もいなくなったっていう、そう本当に。そうですね、だからもう、まあ、変な話になっちゃったけどさ、はい、途中から。まあそうですね、まあ、ちょっとね、喋っちゃいけない話になっちゃいましたけども、うん、でもまあこんなのが聞けるのがこの番組の本当にニッチなところに向けたやつなんで。そうですね、まあところどころ P 入れたりしましたけども、はいはい、まああれじゃないですかね、うん、あんま再生されないことを願いますね。そうだねあのツイッターにね、あげないでほしいこれはあげないですあのこのコラボを先ほどしたんで、ええ、コラボ動画を後日あげるんですけれども、うん、そっちはね、バンバン宣伝していきますけど、バンバン、こっちはもうひっそりと誰の目にも触れないようなところで出していきますから、これ見れたらあなたラッキーですよ。ラッキー、楽しいだろうな、こんな話。誰のオンラインサロンでもしてないですよ、階段の。なんで皆さん、ぜひぜひちょっと楽しみにしててください、コラボの方で。コラボちゃんと書いて。本当気を使ってなかったな。うん、あれ、少しは使ったけどな。はい。うん、ちょっとね、まあ、本当、やっぱ人の悪口は楽しいですよね。あのね、本当、これ、あの、よくないことなんだろうけどな。いや、本当に。いや、でもこれ、俺、あんまり悪口って本当にこれ別にいい人ぶってるわけじゃなくて言わないんですけど、言わないですよね、あの人の感じでは出るね。あで、やっぱりそれに近い人の方がもっとあるから。そうですね、なんかこう切ねえなとか思ったりもするんだけどね。確かに一周回るとなんか僕はもう本当にあの、うん、芸人の友達とかといる時ずっともう誰かの悪口を魚に飲んでますから、うんお互いみんなでバリ雑言あげて、最終的にそいつと喧嘩して、俺らばっかやってるんで、ひどいですよ。意外ですね、意外だわ、それ。ひどいひどい。だってこの間、千原せいじさんとコラボさせていただいて、もう時期上がると思うんですけど、その、せいじさんなんか、めちゃくちゃイライラしてたんですよ、撮影スタートして。スタートして？スタートして。はい。で、なんか、いろいろ、ちょっとイライラされてますみたいなこと言ったら、せやねんって言って、俺がな、その入り口本社入ろう思ってな、行こうとしたら、うん、その警備員さんに、うん、受付を済ませてくださいって言われたんですよ。あー、なるほど。何やねん、こいつなってたら、誰やと思うとねんと。32年やぞって、芸歴って言っても、名前を書いてくださいって言われて、あー、なるほど。それで死ぬほどイライラしてて、で、その話がもう面白かったんですよ、本当に。うん、やっぱ芸人ってイライラしてた方がいいんだなと思って。面白い、面白いよ。面白いんだなと思って、うんうん、もういろんなちっちゃなことで僕はもう愚痴ばっかり言ってますから。なるほどね、はい、うん。悪口は言ってないですけど、うん、でも愚痴はめっちゃ言ってますね。あるよな、うん、一個一個ね。なんで、まあ、こういう解消する会もちょっと、うん、なるほどな、うん、それはいいと思う、はい、うん、なんでね、これでどんどんしっかりし、しっかりしいキャラだからな、あんたどんどんこれで視聴者離れたらびっくりしますよ、あなた、ほんとだよしっかりしいですかね、うん、どっちか、どうか、しっかりしいだろう、もうどう考えても。そうですか、やっぱり俺はもう、なんか芸人とかでも知ってるし、はい、バカな面も知ってるしさ、はい、隼人君のね、なんかそのこっちの方がやっぱ好きなんだなとかさ、好きですよ、思うわけですよ、はい、でもやっぱこうしっかり階段とかそう知識とか例のことに関して言うときはやっぱりもう整理理路整然としてる、まあまあ、ほーみたいな聞いちゃうみたいな、ほーってこう聞くから、やっぱりそれってその能力だと思うし、うん、でこれはでも特殊なとこだよね、一番俺が見たいとこのチャンネルだと思う。よかった、嬉しい、うん、これはもう本当に常に文句言ってた、誰かも。そうですね、今日はもう社会とかでもいいし、階段業界と社会でもいいしさ、社会に文句、うん、とかでもいいし、ある先輩に文句、そうだからこれからも文句チャンネル飼育員されたもの文句チャンネルやってこう、頑張る、文句チャンネルとして文句ラジオいいね、文句ラジオいいかもな、うん、いや、おもろかった、その時ありがとうございました。いや、長い時間になっちゃって、すみません、とんでもない、本当に。いや、またさ、はい、
呼んでくださいよ、ちょっと売れてもさ、お願いします。ちょっとね、1年ぐらい前ですけど、うん、ガンジーさんとコラボさせていただいてるんですよ、はい、で、ちょっとまだこの動画よりちょっと先になっちゃいますが、うん、今日撮った動画も上げさせていただきます、うん、もちろんガンジーさんの方では、うん、なんとね、心霊写真いっぱい見させていただきます。いやもう、いやまあ本当ね、ちょっと少なかったんだけど、だから本物があったってことでね。いや本当にすごいなりました、はい、マジで結構びっくりするのあったんで、ね、ぜひぜひ映画アバターが好きな人は絶対見てください。アバターね、なんだろう、そのアバターとは何ぞや、答えが分かる、楽しみにしていてください。さよなら。どうでしょう。この簡単な。あれだし。いいですね。全然いいですね。これで。これでいいのね。